今日の選手さすがだなというような印象ですね、うん、さあそしてパントは吉田、ここからリターンしていきます、うん、2人目で捕まりました。これもナイスカバー、ね、はい、ランもすごい今出てしまいますしね、はい、ラインバッカーは結構翻弄されがちの試合だなというような印象はやっぱりありますね、さあそしてパントになります。ナイスパントです。20ヤードとスミスがボールを取り切りませんでした。スクリューかかってまして、もう要はパスを投げたような回転ですから、はい、ものすごい飛距離が出ますね、しかも風乗ってきてますからね、はい、ちょうどそうですね、一番右から左の、しかもメインからバックスタンド方向へという風に一番乗る角度で、吉田ですよね、大ベテラン、こちらもね、はい、元クォーターバックで一回引退をしてね、はい、パンターとして復帰をして、こちらが39歳の吉田のパントです。フォースダウン11ヤード残ってます。パントになります。まあ今日はパントがほとんどないという2回目ですかね、富士通ですが、おもりターンさせませんでした。